はい、こんばんは、あいかです。今日はですね、5月20日発売、こちらハッチのサマーコフレを開封していきたいと思います。いや、もうすごい、めちゃくちゃ可愛いんですけど、ハッチのサマーコフレといえば去年バスケットに入ったスペシャル可愛いものが出たんですけど、今年はね、なんとこんなトランクタイプということで、まあ、去年以上のビッグサイズ、開封する前からワクワクしているんですが、なんと今回ですね、こちらハッチさんが送ってくださいました。ありがとうございます。ということで今回は即完売の予感のハッチサマーコフレの魅力を余すとこなく皆さんにお伝えしていきたいと思います。今回のコフレのサイズはですね、こんな感じ、もうもはやコスメのコフレが入ってるとは思えないくらいのビッグサイズなんですが、ステッカーがね、ペタペタっと貼ってあって、旅行のトランクのようなデザインになっています。じゃあね、もう早速開けていきたいと思います。結構ね、しっかりとした重量感もあるんですよね。じゃあいきます、オープン。わあ、実物見たらやっぱりね、一つ一つが大きいから満足感がすごい。じゃあ先にコフレの詳細お伝えしておこうかな。5月20日に発売されたこちらのコフレ、税込み18,700円で、種類がね、2種類あります。限定の蜂蜜石鹸が入ったセットと、限定のクレンジングミルクが入ったセット、このね、2種類ですね。ちょっと重いので一旦中身出してみます。ハッチのサマーコフレの特徴といえば雑貨ですよ。コフレの雑貨というとやっぱりポーチだったりとか、まあ、スキンケア系だったらこう泡立てネットとか、あとなんだろう、ミラーとか、まあ、こういった雑貨がね、多いかなと思うんですが、もうね、雑貨のレベルがすごいです。ちなみに去年はバスケットにね、コスメが入っていて、ピクニックに使えるカトラリーやお皿が雑貨としてついていました。でもそれくらいのレベル。今年のサマーコフレの雑貨はこちらです。じゃーん、バスマット。これしかもフランスでね、見つけたバスマットなんだそうです。で、サイズ先に見せようかな。もうすごいよ。ごめんね、ちょっと私手が短いからもう広げきれないの。こんな感じで見せようかな。こういうサイズですね。ほら、この幅で半分で伸ばすとちょっと広げきれないんですが、こんな感じです。で、これね、長さがね、150センチ、だからもう私のほぼ身長ですよね。で、幅が60センチで、バスマットでも海外サイズですよね。ここのイラストにもありますけど、こう置き型のね、バスタブの下に敷いておくのにぴったりなサイズって感じかな。だから一人暮らしのお家のバスルームとかだとちょっと幅が広いかもしれないので、このサイズだとキッチンに敷いてもいいかなと思いました。あとはこうベッドの横とかでね、すっごい肉厚っていうか、まあ、厚みがしっかりしてて、裏はね、こんな感じで、表ももちろん毛足長くて、厚さ見せにくいな、こんな感じですね。まあ、ハッチって商品に限らず、こういうついてくる雑貨とかのこだわりもすごいから、そんなペラッとしたものはついてこないだろうとは思ってたんですけど、本当にこのバスマットだけでもかなりのお値段しそうなくらいめちゃくちゃしっかりしてます。で、これ私はね、ピンク色が入っていたんですが、一応色が選べるようになっています。ね、グレー、ピンク、アイボリーの3色展開なんですけど、多分ね、まあ、オンラインだったり店舗だったりで選べるカラーが変わってくると思うんですよね。で、しかももちろんね、それぞれが数量限定なので、もうどうしてもこのカラーがいいとかっていうのがあれば、ちょっと確認した方がいいかもしれません。で、ピンクも黄身感があるので、インテリアにもね、馴染んでくれそうなカラーです。これ後ろ飾っときたいけど、ちょっと大きいので一旦折りたたみます。でもさ、今やっぱ海外とかまだまださ、そんなに気軽には行けないから、こういう海外の雑貨が手に入るのが嬉しい。でもこのバスマットがね、豪華すぎるんですが、ここからですよ。スキンケアアイテム入ってますからね。いきますよ、1つ目、こちら。もう私がね、大好きなボディウォッシュの B ハグですね。これはもう何回も動画でも話してきたと思うんですけど、外箱からしておしゃれなの。こういうね、筒の箱だとこの辺り蓋になってて、外して中身出すっていうのが多いかなと思うんですが、見てて、こんな感じ、こう完全に蓋が覆ってるみたいなパッケージなの。なんかディフューザーとか、ちょっとそういう高級なアイテムに多いパッケージデザインの気がするんですが、はい。そしてこれがね、 B ハグですね。かわいい。もうすっごい、とにかく香りがいいんですよ。ここのポンプのとこねじって開いただけで、甘いね、蜂蜜の香りが漂ってきます。で、蜂蜜の香りって甘いじゃないですか。でもなんかその甘みがキンとしない感じの優しいまろやかな甘さなんですよね。だから一日の終わりに疲れた時にこれ嗅ぐと
めっちゃいい香りで、うちはね子供も大好きです。でボディーソープって私体が痒くなったりとかちょっと乾燥しちゃったりするものがあるんですけど、これ何がすごいって本当にね、こう洗った後もお肌がすごくしっとりしてくれるんですよね。でパッケージデザインもこれなので、お風呂場に並べておいてもこう生活感が出すぎないというか、すごくおしゃれなので、こちらねとってもお気に入りのアイテムなんですが、これがまず入っています。それから次がねこちらです。ハッチクレンジングミルク LE というもので、なんとですね限定品です。でハッチにクレンジングミルク自体はもともと展開あるんですが、香りがね限定なんですよ。でどういう香りかというと、ちょっとこのねイラストにヒントがあるんですが、側面見たらわかるかな、こちらレモンが描かれているんですよ。南イタリアのねリキュールかな、リモンチェッロっていうのがあるんですけど、リモンっていうのが多分レモンのことだと思うんですけど、その香りをイメージしています。でしかもこれ今回のコフレだけじゃなくって、5月27日金曜日に 190ml 4400円で限定発売もされるそうです。なので単体で欲しい方はこちらね単品で購入することもできます。じゃあちょっと香りチェックしてみようか。っていうかメイク落ちみんな知りたいよね。動画恒例のもうクレンジングアイテムといえばメイク落ち実験、もうベースからアイシャドウ、チーク、リップまでねしっかり塗っていきます。とマスカラと、まあ、アイシャドウはねザクザクのラメも、じゃあこんな感じで手にねいろいろのせてみたのでオフしていきます。ミルクこんな感じ。あ、うん、めっちゃ爽やかなレモンの香り。うん、なんか思ってた以上にすっきりしてる。でこれがねめちゃくちゃ柔らかいミルクなので、こんな感じでスルーッと伸びてくれます。伸ばし始めがねミルクなのに不思議なんですが、ふかふかした感じがあるって言ったらいいのかな。肌に直接触れる感じじゃなくって、こう一膜厚みがある上でこう指を動かせるような感触ですね。マスカラ落ちないかなと思ったけど意外といける。リップ、チーク、浮いたメイクをウェットティッシュで拭ってみます。力を入れずに、いざ。おー、あ、めっちゃ綺麗に落ちる。で、馴染ませてる時もほのかにレモンの香りがしてくれて、匂いがきついっていうことは全然ないですね。で、オフした後の肌の感触もすごくいい。もちもちっと柔らかい感じ。ウェットティッシュの水分もしっかり取ったんですけど、乾燥もしないですね。ちょっとしっとり感が残ってくれています。だってこれ 85% 以上が美容液成分だって。まあ、そりゃしっとりするわ。さっきのこの B ハグもね、蜂蜜がね、たっぷり入っているんですが、そのあたりの開発秘話は、以前ね、ハッチさんにお邪魔してお伺いしたことがありますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。で、次がこちら。これも超有名アイテムですね。蜂蜜石鹸のミニサイズです。泡立てネットもついてくれているんですが、形状がこんな横長な形、こっちが口が開いてて袋みたいになってるんですけど、こうやって中にね石鹸を入れて使います。でね、実際に泡立てるとこんな感じで、ほんとモコモコの泡ができます。ミニサイズとは言ってもこれくらいしっかりサイズあります。でコフレのもう一個の種類の方、限定の蜂蜜洗顔石鹸セット、そっちだとこの洗顔石鹸が現品サイズで5月27日に発売される限定の石鹸がセットされています。これもねそのまま嗅いでもほんのり蜂蜜の香りがします。でこちらにも蜂蜜がなんと 10% 配合されています。だからこれもね洗い上がりしっとり。これもね私手元で使ってみるの楽しみだったんですが、こちら、はい、ハッチボディクリーム 180g です。これも現品サイズということで、じゃん、こんなサイズ。ちょっと出してみます。ちょっと蜂蜜カラーなの分かります？真っ白じゃなくてほんのりベージュっぽいというか黄身感のある色味です。さっきのクレンジングミルクよりは少しこう硬さというかコクがある感じですね。滑らかで、これもね成分的には蜂蜜入ってるんですけど、甘い香りなのかなと思いきや、ハーブっぽい、すっきりしつつもこう落ち着いた香りですね。うん、これね、これからの暑い時期寝る前にこれでねマッサージしておくと香りも重くないから、こう気分的にもすっきりできそうですね。え、ちょっと右腕にも使っとこう。すごく滑らかなオイルっぽい感触ではあるんですけど、全然ベタつかないの、なんでだろうこれ。だから塗ってすぐにパジャマ着てもくっつかないと思います。まあ、特に夏場はねやっぱりベタベタするの嫌でボディケア怠りがちになったりするんですが、やっぱり肌ね露出する部分も多いですし、日中はね冷房で意外と乾燥してたりもするので、できればね年中ボディケアもしっかりしてあげたいですよね。
なのでこれだったら塗った後はね、こうしっとり感あるんですけど服もくっつきにくそうなので、お風呂上がり蒸し暑いのになんかいろいろ塗ってベタベタするの嫌っていう人でも使いやすいかなと思いました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は5月20日発売のハッチのサマーコフレ開封していきました。もうハッチさんね、素敵なアイテムをありがとうございます。視聴者さんからもね、アイカガイのハッシュタグつけて買いましたよという報告をいくつかいただいているんですが、限定品なので去年もね結構すぐ売り切れちゃったみたいなので、今回の動画見て気になったっていう方はね、ぜひ早めにチェックしてもらえたらと思います。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それからインスタグラムやツイッターなど SNS も投稿しています。よかったらこちらもフォローしてみてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。